皆さんおはようございます。2022年4月21日木曜日、衆議院議員の原口和弘です。朝のご挨拶 A です。今ですね、えー、ちょうど勉強会から帰ってきました。まあ面白い勉強会でしたけどうん、ちょっと危機感をすごく強めましたね。まあそこでいろんな方々とお話をして、あの噛んでから好意にさせて、 ご指導いただいている方々にですね、ちょっと名前はあの言っちゃいけないことになってるんですいません、あのお会いできて、まあ、幅広い意見交換をするチャンスなんですね、で昨日は本当ありがとうございました、皆さん、ぜひお願いします、あの森永康平先生、第14回の日本の未来をつくる勉強会に講師として来ていただきました、まあ、国会議員だけで30人ぐらいですね。 えー、参加ということで、あのー、昨日は分門会議とかいろんな党の中の会議があって本当にあの皆さんお忙しい中ありがとうございました。あのー、さらにさらに広げてってですね総支部長の方々も参加してくださって、えー、嬉しかったです。でシェアと拡散お願いします。この間あの森永康平先生のビズアップチャンネルに。えー ゲストで出していただいて、前編と後編、昨日たまたまその後編がですね、アップされて、多くの方々にご覧になっていただいてます。で、今、え円安がものすごい勢いで進んでますね。そして、ウクライナ戦争の、ウクライナ危機の煽りもあって、超高圧経済と。で、それはあの、機能的財政論の中でももう、触れた通りです。で、 昨日の講演を聞いてて、すごく、まあ、これもまたあの分割して、ですね皆さんに解説をいたしますんで、楽しみにしていただければと思うんですけれども、非常にその、日本の国民がですね、コストに対して、ものすごく敏感になっていると、で、ステルス値上げって、森永先生おっしゃってましたけれども、 その価格に転嫁することがなかなかできないと。価格に転嫁しちゃうと、もう、その、途端に買い控えられてしまうと。だから分かんないように、量を減らすと。よくありますよね。好きなお菓子買ったら、え、これで終わりっていうのが、この頃あるわけですけども。で、それも見破っちゃうんだと。だからもう、それさえできないと。 で今、物価がこう上がって、日銀に金利を上げろという人たちがいるけども、よその国と比べてどうなのか、そして日本全体がこう縮んでいく中で、それがどうなのかっていう、多くのヒントを得ましたね、非常に大事な、あのー、講演でした、まあ、次は前回の,あの前期のと逆にですね、お父様の森永拓郎先生に来ていただこうと。 思ってますけども。えー、もう繰り返し申し上げお願いしますが、ぜひお聞きになってください。で、日本の進路をやっぱり変えなきゃいけないだって、もう増税するって言い出してるんですよ。またとんでもない話で目先のその財政の帳尻合わせというか、これはある意味、その古い権力のなんとかな関所なんですよね。 この関所を通して、まあ、絶大なる権力を財務省が持つことによってですね、そこに政治がパラサイトして、そしていろんな差配をするわけですよ。私もよくわかりますけども、もともとその財金の人間だったわけで、そうするとですね、やっぱりもうスペシャルコースなんですよ。で、ある時き旗と気づいて、財政法4条も、そして、 みんななんか財政破綻するって言ってるけど、全然せんし、これなんとバランスしてるんだろうと。昔はですね、1990年代は銀行の不良債権、そして世界に対する貸し出し、いろんなものをチェックしてったんですね。よくあの、今でもこの動画に、あの、パラサイトしてくる方が、お前は埋蔵金90兆円あるって言っただろうと。 いう動画を、動画っていうか写真をですね、あの、まあ、あ脱皮さんの、えー、末裔みたいな人たちがくっついてくるけど、埋蔵金ってそんなもんじゃなかったんですね。おこれは何じゃ飛行船だ。スーパードライビールだはは <laughs> いやいやースーパードライの飛行船飛んでますよ <laughs> まあこうやって眺めてるといろんなのがありますねうん魚とねいろんな鳥とかが来て楽しい限りなんですけどそれであの90兆円のその話もあれしますね今自民党に行ってしまった友人なんですけど 彼と一緒に埋蔵金発掘してて、当時はあれ言い出したの高橋洋一先生でしたね。高橋さん財務省でいろんなことを知ってて、そのからくりを教えてくださってて、まあでも、もうそのからくりを超えた、この MMT っていうかな、要は通貨の信用の仕組みから、根底から変わったわけですよ。 なんと、だから、民主党政権は8兆円の財源不足、当時の格好付きの財源不足でマニフェストを諦めたわけです。で、逆に、社会保障と税の一体改革とかを称してですね、増税に踏み切ってぶっ潰れていくわけですね。本当に惜しかったですね。あの時、もっともっと私が力を持って、彼らに勝たなきゃいけなかったですね。やっぱり、 政治は負けたらダメなんですよ。負けたらダメだなと思います。負けたらダメって言って、今日あの、勉強から帰ってきたら、いろんなところであの、テレビがついてて、大谷さんのあの、登板試合なんですよね。すごいなと思って、ちらっとあの、見てたら、ピッチャーズマンドの彼が12三振かなやってて。で、 私も野球とかやってたんですごいと思ったのメジャーのピッチャーの胸にべったりとあの砂がついてるんですね砂っていうかあの泥がどっかで滑り込んだんじゃないかと思いますよ打って投げて走ってそして滑り込んでそして12も三振取ってホームランも3本も打つって どんんなななだろうって思いますねなんかそのパフォーマンスの凄さっていうかあのもうだけど胸にあの砂がついてるの見てジーンときましたねやっぱり日本中がこの暗いもうコロナとデフレとそして戦争とその中でもう頑張って本当に勇気を与えてくれてるなって思いましたねさて 今朝のあの話を中身を言うわけじゃないけども、いやーもう正直やばいと思いましたね。なんていうかなよく戦争やディープステートって言いますけど、そこの情報に完璧に洗脳されてて、しかもなんていうか、トランプ大統領が解任をした人を、神様と崇めてるような、 話でしたね。それで、こう、政権のあれを作っていくとしたら、もうとんでもないことだなーっていうのをですね、友人たちとあの、話をいたしました。それ、まあ何のこと言ってるか、これじゃわかんないと思いますけど、わかるように言っちゃいけないんでですね、あの、講演の中身は言っちゃいけないんで、うーん、だけども本当にあの、日本のことを思って、 全然不真面目でもなんでもない、だけど、情報が偏るとですね、例えば、あのそういう人から、えー、ロシアを排除したとか言ってるけど、466ある銀行のうちのですよ、たったの7つを排除したに過ぎないですね、でもっと言うと、その私が公人として売ってるんじゃないですよ。おそらくっていうか よよくアナリストがこう言う言んですよねあの安全保障はあれこれずーっと飛んでるわまた来たよっぽどビール飲ましたいのね実は朝日スーパードライって大好きなビールなんですよねでもブタブタになるんでブタブタになるっていうか それはスーパードライが悪いんじゃないですよたくさんのも私が悪いんだけど控えてるんですよねやめてほしいなこういうこの誘うような広告はいやでも本当あんな近くをこれですからね 佐賀もビール麦作ってますからねありがたいことです結構小回り聞くねなんかもう目の前を「おら飲まんかい」って言ってるようなあれですね <laughs> 静かなる圧力本当ですね静かなる圧力、うん、それでさっきの話に戻しますけどもその 核抑止力の話だってですよ。あの、本当にその、今回のウクライナ危機で分かったこと、何が安全保障の重要か、重要性かっていうのは分かったはずですよね。しかも、なんていうかな、裁判の重要性っていうのは、そこは私、もう前から言ってる話で、皆さんもうポカンとされてたんですよね。10年前とか言ったら。 何言ってんのっていう話をが返ってきましたよ、保守系の人からも。いや、本当にこれ、目の前をわざと回ってる。ほら、またこっち来た。やめてくれ、これから本会議なんですよ。まあよその会社の宣伝に文句言っちゃいけませんね。 少しあるべき安全保障というのもですね、結局そのどっかの国を封じ込めて、どっかの国を逆にそのディバイダンルールしたつもりがむしろ逆になってるんじゃないかっていうのをですね、強く言いたかったし、その昨日北朝鮮のミサイル、やっぱりこの旧ソ連の国ってミサイル技術すごいんですよね。やっぱロケットを、わあんな角度で降りていいんですかね。 ぶつかからんすかちょっとなんか心配になる細かく回ってますねこんなんすよ官邸の真上じゃないのこれまあ平和っちゃ平和だねドローンが官邸の上に起こって 降りても気づかんとかねそれは気づかんですわなやっと去っていただきます頑張ってください朝日ビルさんえその飛行船で気が散ってすいませんね大事な話なんですけども 今までの彼らが描いていた戦略が根底から崩れたっていうところからやっとかなきゃだめだと思います安全保障やみくもにあれもかえも GDP の2%やるのとどうせ使えません装備品を買わされるのがオチじゃないですかうんまあちょっとこれはまた別の機会にですねお話をしたいと思いますそれじゃあ皆さん ごきげんよう、良い一日を。